はい、本日のドラゴンゲート、札幌 3days 初日、ただいま無事終わりまして、なんとメインイベントのツインゲートは地元札幌出身の BB ハルク、そして甲斐の甲斐ハルがツインゲートに、新チャンピオンになりました。ちょっと見てください。もうね、地元でこう気分が良くなったんでしょうね。ハルクがリング上からね、サイン会ですか、発信しまして、もう長蛇の列でございます。まあまあまあ地元ですからね、ヒールだろうが、まあこういう地元愛はいいんじゃないかなと思っております。さあ明日、いよいよ2日目はメイベントトライアングルゲートありますんで、こちらもどう動くかぜひねお見逃しなく。さあそれでは今日もね、札幌初日来てくれたお客さんにインタビューの方行っていきたいと思います。さあ今ね、サイン会にお並びってやつで、すごい嬉しそうな女性の方いたんで、お話聞いてみたいと思います。すいません、あの公式の YouTube チャンネルなんですけど、インタビュー大丈夫ですか？今すごいサインもらってね、すごいウキウキでちょっと嬉しそうに帰ってこられたんで、ちょっと気になって話しかけてみました。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいです。あ、ってことはもう BB ハルクファン、もちろんです。ちなみに札幌の方です。あ、札幌同じ地元でございます。あ、もう見事ツインゲートに、ね、なりまして、もう本当に嬉しさがにじみ出る。ちなみにドラゴンゲートはいつも見てくれてるんですか？見てます。あ、ドラゴンゲートネットワークとか YouTube。あ、 ありがとうございます。え、じゃあもう札幌以外はなかなか観戦に多分来れないと思うんですけども、そうです、ね、毎年この5月6月の札幌と、はい、年末のこの12月の札幌ですが、これはもう欠かさず。ありがとうございます。まあね、ちょっと本人近くにいるんでね、なかなかちょっと恥ずかしいと思うんですが、 BB ハルクに向かって応援メッセージちょっとカメラに向かってね、聞きください。一言でいいですよ。これからも応援してます。頑張ってください。頑張ってください。ちなみに明日、明後日は五冠戦の予定は？ちょっと仕事が。あ、じゃあお仕事頑張ってください。じゃあ今日元気もらったと思いますので、ビビハルクから。明日頑張ります。活力になりましたんで、はい、じゃあまた応援お願いします。それでは最後ですね、ビビハルク最高で締めるんで、僕も一緒にやりますんで、一緒にやりましょう。はい、はい、それではツインゲート見事でございました。ビビハルク最高。はい、そしてね、次今可愛らしいお嬢ちゃんがいましたんで、お話聞いてみたいと思います。今日は観戦ありがとうございました。ドラゴンゲートは好きですか？はい。お、いつも見てる。もうね、今手に握りしめてるんで分かるんですけども、あ、先にお名前聞こうかな。お名前教えてください。アンリちゃん何歳？アンリちゃん10歳でございます。ナチュラルバイブスが大好き。お、じゃあバイブスたくさんいますけども、誰が一番好きですか？ KG 選手。 KG 選手は、明日トライアングルゲートのベルトに挑戦しますが、応援してね。取れると思う？お、絶対取れる。お、さあさあさあ、これさ、あ、これは今日もらったの？あ、前にもらったやつ、今日も持ってきてくれたんだね。ちなみに明日は来るのかな？あ、じゃあ今日だけ。あ、じゃあ楽しかった？あ、なるほど。じゃあ一生懸命ね、あの学校とお勉強頑張ってください。そしたらね、KG に向かってね、一言ね、応援メッセージもらっていいですか？どうぞ。明日絶対アメリカを取ってください。はい、もうね、すごいね、大好きなそうです。じゃあ最後はね、KG 最高で締めるんで、一緒にやってください。はい、 KG 最高。さあただいまね、この札幌でも赤い羽の共同募金で、ね、やっております。もちろんね、フューチャーコードの方も引き続きやってますけども、さあジュニア、はい、今日はね、チャンピオン相手に、まあ何分ぐらいだった？3分半。どうだった？やってみて。いや、 やっぱちょっとね、なんか何か吸収できればと思ったんですけど、やっぱ、うん、ウィンゲットチャンピオン、果敢にね、奇襲かけててね、あの勝負かけてったのがすごい分かったんだけど、やっぱりね、さすがチャンピオンよ。それはもちろんね、決してね、簡単な壁じゃないし、
でもこういうの経験して本当に何か吸収したいと思うぐらいやっぱり重要なね、大事な試合なんでね、一つ一つ大事にして、はい、自分の力にしてください。はい、ありがとうございます。さあ明日明後日まだまだ続きます。はい、札幌のファンの皆さん、そしてこの YouTube ご覧の皆さんに一言もらっていいですか。はい、今日初日終わりましたが、あと2日あります。この YouTube 見てるご覧の皆さん、迷っている方いましたらぜひ足を運んでください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ろうね。はい、ありがとうございます。さあね、ちょっとね、なかなかこんなことないと思うんですけど、まもなくこうサイン会が終わろうとしてるんですよ。でまあ行ってみます、ハルク会。まあちょっともう今日はもう特別でございます。行きましょう、突撃インタビュー。やばい。さあ終わりました、新チャンピオン YouTube チャンネル。ブラボー、ブラボー、見たか、おら俺たちブラボー、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 ブラボー。インタビュー、インタビュー、インタビュー、おい、全然インタビューになりませんでしたけども、まあそんな感じで、あの、あ、12月6日デビューする加藤、はい、寒い中お疲れ様。ありがとうございます。このね、凱旋記念のビビハルク、すごかったな、列が今日は。すごかったです、全部な、もうなくなっちゃって。あ、本当に数少ない、なくなっちゃった、タオルも全部完売、はい、もうこれ札幌今日から販売だそうなんで、明日明後日もまだあるはずです。ぜひ見かけたらお買い求めください。さあ間もなくデビューだから、はい、頑張ってな。ありがとうございます。ありがとうな、いろいろな、ありがとうございました。さあそんな感じで、あ、もうすごいビビハルク、今日は良かったですか。もう歓喜余って、あ、もうそんだけね、応援してくれて、またよろしくお願いします。稚内から5時間かけてきてよかった。ありがとう、稚内から5時間かけてきたということで、またご来場お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな中、黙々と一人明日のために椅子並べをしているビッグボス清水。はい、ビッグボス、はい、ビッグボス、はい、ビッグボス、お母さん、椅子並べして、いやいや、あの、朝に備えない、備えてで、こうやってね、選手がね、会場ちゃんと作ってますんで、いい、はい、どうだった札幌初日を終えて。いや、あの、まあ、ドリームゲートチャンピオン挑戦者として、うん、ちょっとおじいちゃんと久しぶりに戦わせてもらったんですよ。おなんか、やっぱ、あのね、最後のね、砲丸投げの切り返し、すいません、なんか勝ちたかったっすね。やっぱ明日のトライアングルがあるんで、勢いつけなかったっすけど。いや、でも今日ベルト動いたからさ、はい、もしかしたら、あの、もう流れあるよ、動かしますよ、むっちゃなあ、本当に頑張ってよ。なんか、二冠チャンピオンとか調子乗ってますけどね。こうやって椅子並べしてる間も帰ろうとしてるね、ドラゴンキッドもいます、ほらなあ、ほら見て、ガンガン取ってください、全然もうほら、もう、取って帰ろうって。あ、この後ファンツアーのね、お部屋の方もあるから、そうだ、はい、行ってらっしゃいませ、はい、ね、ぜひね、行きません、行きません、行きません、ゲーム行きましょう、行きません。まあ、そんな感じで、ありがとうございました。一言じゃもらいましょう。はい、まだ初日ですから、うん、明日明後日もドラゴンゲートで。ちなみに、はいはい、まだいい、あの、今日あのファンツアーの、はい、ウェルカムパーティーがお昼あったと思います。ありました。どうでした、行ってみて、盛り上がった、なんて言うんだろう、やっぱりいつもと違う雰囲気じゃない、やっぱり特別感あるよね、ツアーってね、本当に。だからいつも以上にこうゆっくり喋れるから、うん、楽しかった、本当に。だから今日のタイトルマッチでも、はい、ファンツアーの中からこう抽選ですけども、はい、ベルトの授与を ね, ねして、さっきやってたら甲斐春君が肩にベルトかけてこうフォーショットを取ってましたから、そんなことないから、本当にもうこうやってね、お得なツアーになってますんで、ぜひね、俺も本当に参加したかった。いや、あんたベルトかけてもらって、いや抽選しろよ、絡みづらい。まあ、そんな感じでツアーまたね、はい、来年とかもありますんで、はい、参加今回逃したなという方、ぜひ来年もお待ちしています。そういうことでね、はい、じゃあ明日もね、明日も明後日も頑張りましょうね。はい、で最後は、はいはい、はい、明日も明後日もお札幌大会はドラゴンゲートで盛り上がれ。